全日本プロレスと国際プロレスの激突を迎えました。ドリーファンクジュニアとテリーファンクがリングサイドで見ておりますね。そうですね、まあ、やはりあの両団体のですね、はい、メンツをかけての大一番ということでね、他の選手も非常に注目してますね。そうですね、まあ、先ほどもお話ししましたけれども、もちろんですね、世界オープンタッグ選手権試合としてですね、はい、やるわけですから、両チームにとってもとにかく負けられない試合であるということはもう当然のことなんですが、はい、それ以外にですね、さらに国際プロレスの代表チーム、はい、そして全日本プロレスの代表チームの激突ということで、これはもうこのシリーズ中の一つの天王山というふうに見ていいと思いますね、はい、そうですね、今グレート草津選手が映っております。現在国際プロレスの代表チームは勝ち点6、2位タイでございます。さあ45分の一本勝負、ジャンボ鶴田とグレート草津の対決になりました。がっちりと組み合います。大きく俵返しで持っていきました、ジャンボ鶴田です。現在のこの馬場鶴田組、勝ち点4というのは、中盤戦を振り返っていかがですか、山田。そうですね、まだあの大事な試合をね残してますんで、まあここのところで言うことはちょっと難しい、今日の試合が一つの大きな鍵になってくると思いますね。なるほど、優勝を狙う4強の一つであります、このジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組。ブッチャー飼育組に開幕戦で敗れまして、現在勝ち点4、トップの差、ザ・ファンクス、ドリファンクジュニア、テリーファンクとの差は現在のところ3点差があります。今日は非常に大事な試合。そうですね、まあ、とにかく開幕戦での1敗というのはね、大変に大きく響いてきましたね、はい、まあ、一つの十字架を称されているような感じですね。ですからもうとにかくあと負けられないと、優勝するためにはとにかく負けはダメだと、はい、言ってもいいでしょうね。そうですね、おっと足を取りました、足を取っての首固めであります。まあその馬場鶴田組に一敗を与えたですね、ブッチャー飼育組が、まあ、昨日の新潟大会ですか、草津木村組とやりましてね、これがまた無得点の試合になった。本当ですね、これはね、無得点っていうのは事実上両者リングアウトの引き分けなんですが、これ1敗と同じ意味を持ってきますから、はい、そういう意味でね、その草津木村組は大変にその立派なストッパー役を務めた、そのストッパーを務めたチームが今日馬場鶴田と対決する、なんとも皮肉な巡り合わせですね。さあ、そのラッシャー木村が登場してまいりました。セコンドによりますのはジャイアント馬場でございます。ラッシャー木村選手の額にちょっとご注目いただきましょう。もうギザギザでございます。そして昨日ブッチャー飼育組に狂気で疲れました。ものすごい血みどろ、すごい試合でした。リングアウトの両軍両チーム引き分けで得点がありませんでしたけれども、相当血を流しました。ラッシャー木村でございます。控え室に帰ってからですね、山田さん、あの試合の後ラッシャー木村さん震えが来たそうですよ。さあやり合います、やり合います、ジャンボ鶴田。仕掛けたのはね、木村の方ですが、両方とも大変にエキサイトしてますね。エキサイトしてますね、盛り上がります。宮城県スポーツセンター、あー、ジャンピングニーパット、まず大技を展開したのは鶴田、まず大技を出しました鶴田。今のはねかなりうまく決まりましたよ。決まりましたね、そして右の手を大きなラッシャー木村選手の背中に回しました。すぐ離れます。おっと、あっと逆水平、今度は張り手得意です、相撲出身ラッシャー木村、大きく投げてます。あっとダブルチャップ、すごいチャップがいきました。いや、しかしね、先ほど2バットを食った時も木村はパッと起き上がった、今度は鶴田がパッと起き上がったと、本当にやる気満々ですね。さあ対象同士の激突でございます。正面からのヘッドロック、ジャイアント馬場、全日本プロレスの大将、国際プロレスの大将同士の対決を迎えました。ラッシャー木村選手は50年のオープン選手権以来ずっとこの馬場選手を追いかけ回してましたからね。そうですね、とうとう実現であります。国際プロレス、今度はグレート草津にタッチが行われました。対抗戦でも顔を合わせまして、グレート草津はこのジャイアント馬場に敗れています。その因縁もあります。世界オープンタッグ選手権、大きな体がのしかかります。あのね、馬場選手の、ね、試合ぶりですがね、ちょっといなしてるっていう感じですね。あ、そうですか、ね、軽くいってますよ。相当ね、草津がエキサイトしてね、最初バーンと一発張りでいきましたがね、はい、
もうなんかこうちょっと肩透かしを食わせるような感じさがありますね。豪快なアームブリーカーが決まりました。ジャイアント馬場でございます。山さんね、ジャイアント馬場選手はオープンタッグ選手権の開幕の時にですね、優勝ラインは13点というふうに見てると言ってたんですが、今日の試合落としますとその13点取れないわけですよ。そうですね。大きな試合ですね。とにかく負けられませんね。そうですね。私の見るところでもどうやらやはり優勝ラインというのは12点からね、13点ということになりそうな感じがしますね。なるほど。2試合落としますと優勝の望みは断たれると、こういう風に優勝候補の一チームでありますジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、口を揃えて言っておりました。左の腕を取られました。グレード2つの攻撃であります。腕で返します。切り返しました。ジャイアント馬場、どうやら馬場選手ですね、先ほどの木村に対しても今度の草津に対しても密着してのファイトに行こうという狙いのようですね。そうですね。このジャイアント馬場鶴田君が今夜の試合も大事なんですけれども、来週終盤戦大阪大会をお送りいたしますが、ドリーファンクジュニア、プリーファンクとの対決、この辺りで山になりそうですね。そうですね、もうそこは、ね、やっぱり最大の関門になってくるでしょうね。はい、そうですね。それから大阪大会ではこのグレート草津ラッシャー木村組は大きい、それからキム毒組と対決することになっております。トーホールドに取りました。ラッシャー木村であります。ちょっと額のあたりの傷を警戒いたしました。木村、昨日の新潟大会ではアブドラズブッチャーザ・シークにものすごい狂気で疲れましてすごい出血を見ました。ラッシャー木村であります。さあ両チームの対象同士の対決、なんとしてもジャイアント馬場選手だけには負けたくないと語っておりますこのラッシャー木村でございます。レスリングの全てをこのラッシャー木村選手はジャイアント馬場を目標にしてるんですよね。そうですね。自己の防衛記録も馬場選手の PWF の防衛記録を追っています。ラッシャー木村です。今度はジャンボ鶴田にタッチが行われました。左の腕を決めているジャンボ鶴田、足をきれいにフックしています。やはりね、木村選手はね、スタンディングポジションを取った時には非常に威力がありますからね、鶴田も馬場選手もともにですね、その密着しての寝技を何か狙っているような感じがします ね。それから山さん、注目すべきはですね、このラッシャー木村、グレート草津はザ・パンチとは対決して負けているんですけれども、この木村選手の今の張り手ですね、それからクロスチョップ、トスキー、これはドリファンクジュニアも十分に警戒しなくてはならないと、こういうふうに言ってますね。そうですね。強烈な張り手攻撃、ラッシャー木村、もう一回いった、もう一回です、強烈です、たまらず、足を止めに行きました。今のスルタはいいですよ。冷静ですね。ああいうふうにね、張り手で力できた相手に対してですね、スライディングレッグシザーズというようなテクニックで返した、この辺りがいかにもスルタらしいじゃないですか。はい、相手の動きをよく見ておりました。ジャンボスルタです。こちらがグレート草津。とにかくね、スルタ君はここでエクサイトしたら損ですからね。なるほどね。さあエルボースマッシュ、いい角度で当たります。スルタ綺麗に決まりました。一歩後ろに退いたが、あっと怖い突き、ドリーファンクジュニア、それからテリーファンクもこの突きを振っています。ブルドッキングヘッドロック、強烈豪快な技が出ました。ラッシャー木村であります。まだ額の出血はありません。一回の攻防です。パイルドライバーの体勢だがどうでしょうか。決まりそうだ、パイルドライバー決まった。すると危ない、カバーの体勢、木村のカバーがどうでしょう。足を突き出しました。ちょっと不用意ですね。不用意ですね。食ってますね。さあジャンボするとの表情です。おっと膝が待っておりました。グレート草津、ラグビー出身、脚力にはものすごい自信を持っております。グレート草津、今度は蹴り上げました。大きくロープに飛ばしてキッチンシンク、胃袋蹴り、鮮やかに決まった。するとの表情がちょっと苦しくなりましたね。そうですね。おっとシュミット式のバックフルーカーからそのまま体が溜め、危ない、鶴田返した。鶴田返しました。結びたいところですね。ちょっとジャイアント馬場選手につなぎたいんですが、今のところ鶴田が やられています。今度はコブラツイスト、リングの中央だ。ポジションはいいぞ。グレート草津かなり足を狙ってますね。おっと切り返した、鶴田切り返しました。今度はジャンボ鶴田の攻撃であります。両者ともにバネを持っています。ジャンボ鶴田、今コブラツイストで返しましたけれども、今度はグレート草津が腰に乗せました。切り返しています。草津とストライクジャンボ鶴田が
がやり合います。鶴田のエルボースマッシュだ。さあ大きくロープに飛ばす、なんでいくか、体当たりか、ジャンピングニーパット突撃。今の当たりはどうですか。ボディの当たり捉えましたね、はい、今度は反対側。さあどうだ、さあどうだ、タックルだ、危ない危ない、ローリングクラッチ、ローリングクラッチ、ホールドを切る、危ない、返した、間一発返しました、マッハのタイミングで返しました。鶴田危なかったですね。あ、無理しないでここで繋いだ方がいいですね、はい、試合コースのプレート草津、瞬間回転エビ固めを見せました。ここでジャイアンツの5番登場、力に物を言わせます。16番倒れ込んだ草津、さあやっとチャンスが訪れました。ここは大事に持っていきたいですね。そうですね、現在馬場鶴田組は勝ち点4、ダッシャー秋村、グレート草津組は勝ち点6でございます。同点からだけ割り馬場、さあその後の体勢でカバーの体勢が決まらない。カウント2です。本当を変えましたね、また変えてきましたね。さあ今度はおっと足4文字を狙う上のニークラッシャーです。さあそして足4の字に入ったフィギュアボーレグロック、草津選手が言っておりました、僕の足4の字がたまには世界の強豪選手にどれだけ通じるか、それを試してみたいと言っておりました。グレート草津の18番、足4の字がため不正攻入を割っています。さあラッシャー決める、おっと2人がかりの攻め、これはいけません。ジョー・ヒグリッチ・レフリーが間に入りまして抗議をしています。おっとこれはストンピング、急所蹴りではありません、ももの内側ですね。そうです、一番あの痛いところですね。痛いところですね、ちょっと馬場選手ひるみました。エプロンに大きな体を突き出しました。さあ馬場選手の16番が怖いんですよ ね、 ねあそこを狙っております。徹底的な足攻撃ですね、馬場選手の太もも当たり、徹底的にストンピングであります、フットスタンプであります、思い切っていきます。さあそして今度は肩逆エビ固めの体勢か、力があるぞ、ダッシャー木村、ちょっと馬場の表情が苦しいか。今45度の体型ですが、おっとまた来ました、ステップオーバーした。さあボストンクラブだ、逆肩エビ固め、さあどうだ、さあどうだ、思い切って、あれで大きなお尻を落としたら危なかったですね。そうですね、やっと反対側の足で、左の足で蹴り返しました。足は強いですね、はい、強いですね、馬場選手の足は命です。16問キック、それから32問人間ロケット砲、いろいろあります。本大賞の馬場が捉えられました。国際プロレスの代表チーム、グレート草津、ダッシャー木村、やる気満々であります。本当に優勝候補のダークホース、足4の字型で切り返した、2度目の足4の字型で完勝いたしましたが不成功に終わっております。グレート草津、デストロイヤーの足4の字型で比較してどうですか、山田さん。いや、なかなかスピードがあるんですがね、馬場選手の逃げも速いですね。はい、そうですね、かつてこのグレート草津選手は3秒で足4の字を決めたことがあるそうです。おっと今ノーラスライディングで行くしやつは上手いですね。これは上手いですね。見事にジャイアント馬場の左の足を捉えました。スライディングレッグシズアスであります。もう徹底して足攻撃、そうですね、とにかくあの巨体をですね、はい、崩すには足しかないという狙いをきっと一本守ってますね。本当ですね、両選手が入り乱れます。グレート草津とジャイアント馬場の試合、膝で一発に舞いました。そしてジャンプがここで登場でございます。勝ち点6の国際プロレス、それから現在勝ち点4のジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組、この試合は絶対に落とせない試合です。さあグレート草津の表情がちょっと鈍くなった。ドロップキック、はい、角度で当たりました。ドロップキック、どうだ、そのまま抑え込んで決まらない。今のは飛びましたね。すごいドロップキックです、余裕があります。すごいドロップキックでしたね。ジャンボ鶴田ならではのドロップキック、そしてサイドスープレックス。サイドスープレックスを出した。ジャンボ鶴田、さあ勝ち点に結びつくか、カバーの体勢だ、どうだ、返す。草津も負けておりません。草津も負けておりません。鮮やかにドロップキック、それからサイドスープレックスが決まっています。ジャンプが波に乗ると強いぞ。さあリバウンドを利用してエルボーバット、エルボーバットの応酬になった。ものすごいエルボーバットの応酬であります。さあここでダッシャー木村に渡します。ダッシャー木村には頭突きがあります。ものすごい張り手、ものすごい張り手、そしてブレンバスター、これも18番鮮やかに決まった。さあ返すことができるか。カウント1で跳ね返しました。まだまだやる気満々。そして本大賞ジャイアンツの馬場で登場、ラッシャー木村、ジャイアンツの馬場を追いかけています。張り手だ、2発逆水平、またしても張り手、あーっと馬場手が出ない、あーっと馬場チョップ、馬場チョップで返した、いった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 、チョップで返しました。
さあ、ものすごい試合待ってるクロスジャンプ、マスターグラのクロスジャンプ、そしてクジラに渡す、そしてプサツに渡しました。なのクロスジャンプ来ました。あーっと2人がかり、2プラトンのブレーンバスター、ダブルブレーンバスター、危ない、ババアヤウシ返すか返した。サイトプロレスの技が速くなりましたね。そうですね、そしてロープに大きく飛ばして16本、これは効いた、思い切って蹴り上げた、ロープのリバウンドを利用してもう1回左足から16番、さあとどめになるか、カウントが入るとどうだ、決まった、さすがババ左足は生きておりました、16番キック、さすがババです、やりました16番キックの2連発 ね、 ものすごい蹴りでしたね。最後のとどめになったロープのリバウンドを利用した16番、大谷に決まりました ね、 勝ち点2を上げました。これは大きいですね、大きいですね、本当に先金が上がりますね、本当ですね。両軍のメンツをかけた対戦ですが、ラッシャー木村がちょっと注文をつけております。おっとジャンボツータに、あ、往復ビンタ、張り手の応酬、ゴングが鳴らされております。勝負は終わりました。全日本プロレスの馬場黒谷に外科であります。やる気満々ですね、はい、両チームやる気満々、ジャンボツータもまだ怒っています。勝負はつきました、全日本プロレスの勝ちであります。勝ち点2を拾いました。なお馬場鶴田組は来週の放送終盤戦の大阪大会ではノリーファンクジュニア、テリーファンクと一戦を交えます。最大の山を迎えるわけです。それから草津組は大木金太郎、それからキムドクと対戦をいたします。しかし山田さん、今日は全日本プロレスのジャイアント馬場、ジャンボ鶴田が勝ったんですけど、まだまだ得点争いの方は分かりませんよね。油断はできません。そうですね、とにかく負けられないですね。ジャイアント馬場、豪快な攻撃でラッシャー木村組を打ち破った一戦でございます。